大気圏に突入した火球とその破片火球とは、流星の中でも特に明るいもの。大気中で蒸発したものも、隕石となって地表に落下したものも、一定以上の明るさで光れば、どちらも火球と呼ばれる。2017年4月30日に、国際天文学連合の流星、隕石、惑星間ゴミ委員会が承認した定義では、絶対等級がマイナス4等級よりも明るい流星。 とされている。一方、アマチュア研究者が組織する国際流星機構では、その火球が観測者の天頂で観測されたとするとマイナス3、等級以上の明るさになるであろうもの、としている。英語では、ファイアボール、または、ボーライトと呼ばれ、アメリカ流星協会では、特に最後に爆発を伴う火球をボリードとして、区別するとしている。科学的な観測でなく、 一般的な目撃の場合、明るい流星を下級と判断するのは主観的であって厳密な境目はない。明るい下級が隕石として落下した場合、その軌道は下級の目撃情報からも得られる。またより正確な情報を得るため、下級監視カメラと呼ばれるカメラによって自動監視が行われている。 流星群の観測では、流星の明るさの統計が研究の手がかりになることがあるため、毎年の主な流星群の下級の出現状況が詳しく調べられている。なお、流星群に属する下級は隕石になった例が知られていない。下級を見たとき、現れた方角と時刻を確認しておくと、他人が観測した下級と同じものかどうかを確認する手がかりとなる。また、 飛行方向を記録しておくと飛行経路特定の役に立ち、引いては隕石落下位置の推定を行う有力な資料となる可能性がある。なお、夕方の西の空にはしばしば火球のような物体を確認できるが、これは飛行機の誤認である場合が多い。アースグレージング火球とは、飛翔経路が地球の接線方向になることで地表からの観測では、 あたかも再上昇するように見える軌道を描く火球である。2006年3月29日には関東地方で観測された。火球は経路に沿って衝撃波を形成し、火球が大きな時それはしばしば大きな衝撃を伴う音として地表にまで到達する。衝撃音は経路に直行してほぼ円柱状に広がるが、地表近くの大気の温度差で反射するため、 火球の経路が地表面に対してなす角度が大きな、時には地表まで到達しにくい。角度が小さな場合には、経路の進行方向と直行した方向に広範囲に、大砲か遠雷のような音を響かせ、人々を驚かせる。特に大きな時には、窓ガラスが割れるなどの被害をもたらし、2013年のロシアチェリアビンスク州の隕石落下ではその範囲が180。 8 0トルに及んだ。一方で、火球や流星が流れるのと同時に、かすかな音が聞こえるという報告も多い。しかし実際には、数十キロメートル上空の中間圏で起こっている、現象であるため、地上の観測者に物理的な音が届いたとしても、音速を考えれば数分後のはずである。そのため、音を伴う観測例が後を絶たないのは、大きな謎となっており、 電磁波音のような説が提唱されている。ありがとうございます。